自転車道、自転車道とは、自動車交通から構造的に分離された、自転車、専用、一部は歩行者との共用の通行空間である。自転車道には大きく分けて、の2種類がある。英語では全車を、サイクルトラック、セッパーアイテッドバイクレーン、セグリゲイテッド、サイクルレーン、プリテクテッドバイクレーン、プリテクテッドバイクパス、校舎を、ソロテリ、サイクルトラック、 歩行者との共用の場合は、シェアード、ユーズパスなどと呼ぶ。このほか、日本では自動車との混在通行区間を含むサイクリングコースを自転車道と呼ぶことがある。これは、バイシクルルート、あるいはサインドバイシクルルートの概念に近い。イギリスでは、19世紀後半に自転車愛好家たちが団体を組織するなどの運動を展開し、1888年に、 イギリスの議会は彼らの求めていた、荒廃した道路の整備に着手することと自転車を交通手段とて公認を決めた。イギリスでは、サイクルレーン、サイクルレーンと呼ばれている。イギリスで、車道併設型の自転車道が初めて整備されたのは1934年、ロンドンのウエスタンアベニューで、コンクリート舗装、福音2.5メートルという仕様だった。 1935年に実施された調査では、沿道の自転車利用者の80%が、この自転車道に満足していたが、自転車愛好家たちは車道を走れなくなる不満から、自転車道を無視して、大人数で車道を走るでモ行為を理回したり、近隣の別の自転車道で四中はしにくいを打って、他の自転車利用者を車道に誘導したり、交通省を頻繁に訪れて、 反対意見を述べるなどの抵抗を続けた。戦後になると、自転車愛好家たちからの反対に加え、道路予算を高速道路網の整備に優先投入したこと、緊縮財政が続いたことから、イギリスにおける自転車道の整備は停滞した。1950年代には、ニュータウンの一つ、スティーブ・ニッで自動車の道路網から独立した質の高い自転車道のネットワークが、 計画的に整備されたが、その自転車道は徐々に利用されなくなり、現在は住民の2.7%にしか使われていない。1960年代にも別のニュータウン、ミルトンキーンズで同じく自動車の道路網から独立した自転車道のネットワークが整備されたが、自転車の交通分担率は3%に止まっている。 自転車道の整備が再び本格的に動き出すのは2010年代に入ってからで、ロンドンではサイクルスーパーハイウェイサイクルスパーハイウェイズの一部路線が車道から遠赤で分離された構造で整備、CS には当初の自転車レーンから改修された。他の都市でもマンチェスターのオックスフォードロード、ケンブリッジのヒリスロードとハンティンゲンロードに自転車道が整備されている。 19世紀末、地形的条件などから自転車が急速に普及したオランダで世界最初の自転車道路が作られたとされる。これは危険な場所から自転車を保護するための分離を図ったものと考えられている。戦後はオランダでも市民の所得向上で自動車の保有率が上昇する反面、自転車の利用率低下が続き、車こそが未来の移動手段で自転車は いずれ完全になくなるものとの考え方が一般的だった。しかし1970年代に入ると、モータリゼーションによる死亡事故の多発や排気ガスが社会問題になり、自動車中心の政策に反対する市民運動、ストップでキンダームールドなどが活発化した。1972年にローマクラブが発表した成長の限界や1973年のオイルショックも 自動車中心だった政策にパラダイムシフトをもたらす、きっかけになった。そんな中、自転車の安全な通行空間などを求める、利益団体、エスタエニゲイクトネダーロンドスサウィーラー・リダースボンド、原画1975年に設立される。イニー・ WB は大規模なデモ走行を実施したり、道路の危険箇所をリスト化したり、自転車通行空間のない危険な道路に、 自転車霊園を違法にペインとして警察に逮捕されるなどしていたが、同じく自動車中心の政策を疑問視していた政治家から注目されるようになり、交通政策は自動車一辺倒から自転車に配慮したものへとシフトしていく。自転車道整備の社会実験はまず1970年代にハーグとティルブルフで、続いて1980年代にデリフトで実施され、 自転車の経路選択の変化や利用者数の増加につながったため、これをモデルとして他の都市も自転車インフラを整備するようになっていった。1990年代に入ると中央政府がマスタープランファイアッツという枠組みのもと多数のプロジェクトや研究の実施を促した。自転車道の整備延長は下表のように増加してきている。同国の道路の総延長は 2015年の統計では 138,912km であり、自転車道、独立型も含むの整備延長は、その24から25%の規模に達する。参考として、日本の道路総延長に占める、歩道設置道路は2016年4月1日時点で14.7%で、ある。オランダの自転車通行環境はこのか、自転車道のないローカル道路、 ローケルエガン5 5 0 0 0トルや自転車レーンを有する車道4 7 0 0トルで構成されている。近年はもともとあった自転車レーンを撤去して自転車道に回収する例がユトレヒト、デンボス、アイントホーフェンなど各都市で見られる。アムステルダムのでは自転車レーンから自転車道への回収後、死傷事故が50%減少したと報告されている。 オランダと同様に、西ドイツでもアウトバーンの改修、新設には立派な自転車道路を併設することが義務付けられた。2015年12月には、ドイツ発となる自転車専用高速道路が開通した。アメリカでは1967年、初めての本格的な自転車レーンが、カリフォルニア州デイビスの3路線に整備されたが、このうちの1本は停車帯によって、 自動車の流れから保護された、事実上の自転車道、セパー・イテッドバイクウェイだった。ところが1970年代にと呼ばれる運動が、起こり、自転車は、車両の運転者として振る舞い、扱われることで最大の能力を発揮できる、サイクリス・フェア・ベスト・ウェーン・ゼアクト・アンド・アート・リー・トット、アズ・ドライバーズ・オブ・ビアケルズとの思想に共鳴した、自転車愛好家たちが、 各地の住民説明会で自転車道の整備に強く反対した。当時、自転車利用者を対象に実施された、自転車インフラの安全性についてのアンケート、レーティングスオブプロテクションフロムカーズアフォーデドバイザバイクウェイでは、自転車道、セパー・イテッド・バイクウェイズが、自転車レーン、バイクレインズや、自転車推奨ルート、サインドラ・ウッズの2倍以上の高い評価を得ており、 自転車インフラの設計指針を作成していた連邦道路局も自転車道の反対者たちがノイジーマイノリティであることを認識していた。しかし1976年版の設計指針は自動車からの構造的な分離を求める圧倒的多数の自転車利用者と一切の自転車インフラ整備に反対するわずかな数の自転車愛好家の要望の中間をとって 自動車の通行帯と停車帯に挟まれた自転車レーンを推奨する内容となった。この結果、アメリカでは自転車道の整備が進まない状況が長年続いた。アメリカで自転車道、構造的に分離された自転車レーン、プリテクテッドバイクレーンが再び日の目を見るのは2000年代に入ってからである。2007年、ニューヨーク市は車道の一部を樹脂製ボラードなどで 簡易的に分離した自転車道を試験的に導入した。市交通局は従来型の自転車レーンを採用しなかった理由として、で、塞がれることや安心感が低いことなどの問題があったと指摘している。自転車道が導入された路線では、交通事故の減少や自転車交通量の増加、沿道店舗の売上増加などの効果が見られた。ニューヨーク市ではその後も毎年数マイルずつ整備が、 進められており、合計整備延長は2018年現在で100マイル、約160キロメートルを超えている。他の都市も、ニューヨークのような自転車道の整備を検討していたが、当時の設計指針には、それが掲載されていなかったため、都市の交通担当者からなるなくと、が、世界各地の自転車インフラの経を調査し、2011年に、アーバンバイクウェイデザインガイド、として発表した。 このような条件が整ったこともあり、自転車道は現在、オースティン、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ポートランド、サンフランシスコ、シアトルなど合衆国の他の都市にも広がっている。オランダやドイツなどでは、車道から構造的に分離された自転車道の設置に、早くから取り組んできたが、自転車の通行空間に占める割合は、必ずしも高くない。費用や、 空間上の制約、安全感の変化などの要因によって、かつては、こうした自転車道の代用として考えられた、自転車レーンの整備が、現実的と判断されるようになっている。バスレーン、自転車通行空間としてのバスレーンを参照。日本では、道路法令、道路法と、道路構造令に規定された自転車の通行に、供される自動車から分離された各種の道路、または、 道路の部分を指す。一般的な用法としてはこの他に、道路交通法に基づく交通規制による、自転車専用通行帯、自転車レーンや、自転車以外の通行禁止規制が実施された、道路、自転車が通行することのできる、歩行者用道路、道路法上の道路ではない道路、施設扱いのサイクリング道路や河川管理道路などを、含む場合がある。 日本国外の自転車走行空間については国、地域によって定義が異なる場合があるが、それに関わらず自転車道と呼ぶことがある。日本における各種の自転車道については道路行政当局や関係団体において機能面から大きく2種類に分類されている。自転車道設計指針では次の通り A 種、B 種に区分されている。A 種の自転車道は 交通の安全と円滑を主目的とし、日常生活で利用される自転車交通を対象としたものであり、多くの場合それ自体独立した道路ではなく、道路の一部として自動車等のための車道に併設される。道路構造例と道路交通法に定められた自転車道は工作物によって区画され、車道だけでなく、歩行者のための歩道からも分離されたもので、 道路交通法により自転車以外の通行は認められていない。自転車道の設置されている道路において、普通自転車は自転車道を通行することが原則として義務付けられている。B 種の自転車道は、スポーツやレクリエーションとして自転車を利用すること、サイクリングを主な目的とした道路を指す。この場合道路法に言う自転車専用道路等として整備されることがあり、 一般にサイクリングロードと呼ばれる。ただし、日本においては自転車専用である場合はごくわずかな例外に過ぎず、歩行者の通行も認められていることが圧倒的に多い。自転車道という用語は、こういった道路の路線名の一部として使用される場合もある。日本では、1951年、日本自転車産業協議会の事業計画が、 自転車道路の必要性に研究するが、自転車道の法制化機運が高まるのは、本格的なモータリゼーションを経た1960年代後半のことで、実際に法制化されるのは1970年である。外国の自転車道について研究した記述としては、ニトベイナゾウの収容、明治44年間、第13章、道内の人の踏む道は、 広いか狭いかの項に見られ、馬車道、乗馬道、歩道のほか、近頃では自転車の道も、ありと外国の道路事情について紹介している。自転車道法制化以前は1958年に制定された道路構造例、旧例に見られるように、自転車は車道、観測車道を通行する自動車との混合交通を前提とした。1964年には、 徳島市、左小町に自転車道、併設型、後の永種相当が設置され、これが日本初の自転車道と考えられている。翌1965年には高知市電車通りに歩道を改造した自転車道が設置された。これら法制化前に出現した短い距離の自転車道は諸葛警察署の要請により、国道事務所が事故多発地点に設置したものである。 一方、1967年10月には、神奈川県西少年サイクリングコース、金目川サイクリングコースが開通する。専用道路型、B 種相当、つまり、サイクリングロードと呼ばれるタイプの先駆けとなるが、道路法上の道路とは認められず、施設扱いとされた。1965年には、国会に自転車専用道路の建設や法制化を、 求める声願が寄せられ始めた。1967年4月、自転車道路建設促進協議会が発足した。1968年8月には、協議会が自転車道のサンプルと位置づけた東京、神宮外園サイクリングセンターが実現する。これは、警視庁、明治神宮など関係各方面に働きかけ、休日の行動で、 自動車等の通行を禁止する交通規制を実施し、サイクリングに開放したもので、初の自転車公園とされた。1970年には常設の代々木公園サイクリングコース。1975年には休日の交通規制によるパレスサイクリングが開設されたほか、東京以外の各地にも広がった。 協議会は1968年9月に開組して財団法人自転車道路協会となった。この月、協会は太平洋岸自転車道構想を含む全国一周自転車道路網構想を建設大臣に陳情した。自転車道法制化の動きは国会でも具体化し、超党派の自転車道路建設推進議員連盟が結成され、1969年7月に 議員立法による自転車道の整備等に関する法律案の提出にこぎつけた。その審議過程では特にオランダ、デンマーク、スウェーデンでは自転車道は完備に近くイギリス、アメリカ、フランス、ドイツといった諸国でも自転車道の整備が進んでいるとの認識が示さた,た。この法案は自衛隊法、防衛庁設置法改正案や 大学臨時措置法などの条定による影響で、他の20余りの生活関連法案とともに、審議未了となるといった、右与曲折を経て、翌1970年の3月に成立、4月に交付された。1970年には、交通戦争とも言われた、交通事故多発の対策として、道路、交通関連の法令の新規制定や改正が相次いだ。まず前日のように、 自転車道の整備等に関する法律が成立した。また道路交通法と道路構造令に自転車道などの規定が加わり、交通安全施設等整備事業に関する緊急、措置法に自転車道の整備に関する規定が盛り込まれた。これらの新規定により自転車を自動車交通から分離する方向性が固まった。道交法改正に伴い道路標識、 区画線及び道路表示に関する命令が改正され、自転車専用325-2と自転車及び歩行者専用325-3の道路標識が定められた。翌1971年には道路法改正により自転車専用道路、自転車歩行者専用道路の規定が加わる。1980年には自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の 整備に関する法律、旧自転車法が交付され、自転車道、自転車歩行車道の整備、自転車専用車両通行帯の設置など、良好な自転車通行の形成を図る規定が盛り込まれた。1973年に大規模自転車道、整備事業が始まり、一般にサイクリングロードと呼ばれる道路の建設が糸口につく。翌1974年には、 建設省都市局長、道路局長通達、自転車道等の設計基準が出され、詳しい仕様が固まる。道路交通法の1970年と1978年の改正で自転車の歩道通行が認められ、うやむやのうちに一般化する一方、歩行者との共用でない自転車道などの通行空間の整備は、我が国の道路状況において容易ではないことを理由に、 十分とは言い難い状況が今日まで続いている。1970年に制定された自転車道の整備等に関する法律以下、整備法に言う自転車道は以下のように定義され法令上最も抗議である。これにより整備法の自転車道は自動車等からは構造的に分離され歩行者とは分離されているとは限らない次に挙げる。 自転車の通行空間の総称とされる。この場合の自転車道の総延長は2006年4月1日、現在 78,638km となる。これらは自転車道等と総称されることがあり、自転車走行空間、自転車通行空間などと言い換えられることも多い。なお、道路構造例では、特に道例に規定される自転車道と自転車、 歩行道の総称として自転車道等という名称を用いている。道路交通法、道路構造例の自転車道、本説以降では単に自転車道といった場合この意味で使うは、遠赤線または柵その他これに類する工作物により区画された道路の部分であり、自動車等のための車道の角側に一体となって建設され、独立した道路ではない。なお、道路構造例上の車道は、 自転車道を除く。と、明記されているが、道路交通法の自転車道は、車道の部分である。ただし道路交通法でも、第3章の交通方法の適用上、第16条第4項により、自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道として、別個に扱われる。 普通自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び、道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を、除き、自転車道を通行しなければならない、道路交通法第63条の3とされている。自転車道は、前述のように自転車道以外の車道と別個に、扱われるため、通行すべき左側部分も別個になり、原則として、 双方向通行となる。普通自転車は道路全体において進行方向右側にしか自転車道がない場合でも道路を横断するなどしてそこを通らなければならない。自転車であっても4輪以上のもの、サイドカーが取り付けてあったり、リアカー等他の車両を牽引するもの、サイクルトレーラーも同様は自転車道を通行できない道路交通法第17第3項。 これらの自転車は自転車道以外の車道を通行することになる。自転車以外の軽車両も同様である。自転車道は、遠赤線、柵、柵などの工作物や植樹体といった分離施設によって区画されていることが要件である。道路交通法第20条第2項の規定による車道上の車両通行帯のうち車両通行区分327。 専用通行帯32、327-4普通自転車専用通行帯32、327-4-2の道路標識や車両通行区分09-3専用通行帯10、109-6の道路標示により自転車専用と指定されたものは工作物ではなく区画線や道路病によって区画されているため自転車道には該当しない 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、自転車法で自転車専用車両通行体と称され、一般に自転車レーンと呼ばれるが、この部分は依然、車道の一部分であるため、自転車道の場合とは異なり、車道全体で見た左側通行の規制を受ける。道路交通法第63条の4第1項により、 普通自転車が通行することができるとされた歩道に、普通自転車の歩道通行部分の道路表示114-2がある場合、この部分は歩道の自転車レーンと俗称されることがあるが、自転車道には該当しない。また、従来歩道とされていた部分を工作物で分離したものであっても、車道上に設けられたものではないので自転車道とは言えない。一般に、 サイクリングロードと呼ばれるものは B 種の自転車道に分類され道路法の自転車専用道路等として整備されることが多い。自転車、または自転車及び歩行者の通行のために設けられる独立した道路である。整備法の第6条第1項では道路管理者としての市町村に自転車専用道路等の設置について努力義務を課、同第2項では 河川や国有林野の管理者が協力するものとし、同大参考では国が財政支援の努力義務を負うこととしている。国の支援策としては大規模自転車道整備事業が知られている。この他に道路法に言う道路には該当しない施設扱いのいわゆる自転車道などもサイクリングロードあるいはサイクリング道路などと呼ばれる。日本以外の諸外国においても 同様の道路の整備例が見られる。各種の自転車道の福音は道路構造例により定められている。自転車道は2メートル以上を原則とし、やむを得ない場合1.5メートルまで縮小できると、される。第10条。自転車専用道路は3メートル以上を原則とし、やむを得ない場合2.5メートルとされ、自転車歩行者専用道路は1993年以降、 自転車専用道路より広い4メートル以上とされる、いずれも第39条第1項。設計速度は A 種、B 種の違いに応じて差異がある。街中の道路に併設される環境からスピードが制限される A 種の自転車道では、通常の自転車の速度と考えられた時速15キロメートル。 専用道路で快適な走行が目的となる B 種の自転車道では時速 30km とされた。これらの規定速度を確保する設計が不経済とされる場合には、双方とも時速 10km とされた。自動車交通から構造的に分離された自転車の通行空間の総延長は 78,638km とされるが、 このうちの91.7%にあたる 72,119km は自転車歩行者道である。設計の上で自転車の通行を意識したことになっているとはいえ、運用の上では自転車には歩行者を優先するために助行や一時停止をする義務が課せられる自転車通行課の歩道に過ぎない。自転車歩行者道については該当項目に譲り、 本校では自転車道とサイクリングロード、自転車専用道路等とそれに類似したものの現状について述べる。都市交通の中での自転車専用の通行空間とされる自転車道の延長は2004年現在1 1 9 9トルに過ぎず、歩道延長1 5 5 7 8 6トルの100分の1にも満たない。自転車道の設置に際しては 自動車交通から自転車を分離し、混合交通による自動車の速度低下を防ぐことも意識されてきた。反面、設置、管理が高コストであり、自転車道の存在自体が自動車交通の処理能力の低下を招くとも考えられた。車道の福音確保や歩道の設置、拡幅、福音2メートル以上の歩道では、普通自転車を歩道に上げることも可能とされる。 優先され、自転車道の設置は進まなかった。また自転車道は、車道の付帯施設と認識されたため、独自の連続したネットワークを形成していないという、問題も指摘されている。自転車の歩道通行については、双方向通行が認められていることと、車道との間の分離施設によって、自転車が右差する自動車からの視覚に入り、自動車対自転車の交通事故を誘発する。 危険性指摘されている。自転車道は事故防止を図ることを目的として導入されたものの、歩行者と構造的に分離されていることを除いて、歩道との共通点が多いことから、自転車道にも同じ問題が存在するとの見解がある。ただし、現実に整備された自転車道の事故リスクについては、日本国内では研究が見当たらない。カナダとオランダの研究では、 自転車道が最も安全な自転車インフラであるとの結果が出ている。歩行者と自転車の分離という面では、自転車道の整備は大きな成果を上げている。東京都三鷹市のカエデ通りでは、自転車道の整備前に80.9%だった。自転車の歩道通行率が整備後は6.1%に激減した。東京都江東区亀井戸の国道14号でも、 自転車道の整備前に71.0%だった、歩道通行率が整備後は25%に低下した。一方、車道端をペイントによって、視覚的に区分した自転車レーンなどでは、路上駐車に塞がれる、横を通る車が怖いなどの問題から、自転車の歩道通行率はあまり下がらない傾向がある。東京都渋谷区の旧玉川水道道路では、 自転車レーンの整備前に84%だった。歩道通行率は整備後も68%までしか低下していない。京都府京都市の河原町通りと丸田町通りでは、車道の端に矢羽型路面表示を試験整備したが、整備前に74.7から92.4%だった。歩道通行率は整備後も73.7から88.9%と高止まりしている。 この京都市の実験では、住民アンケートで、横を車が通り過ぎると怖い、駐車中の車の横を走るのが怖いなどの意見が寄せられている。サイクリングロードの設置場所は、河川実機がほとんどで、この他に、故障の沿岸、海岸、鉄道配線跡が挙げられる。自転車専用道路等の総延長は 5113km に、 なるが、そのうちの90.8%は自転車歩行者、専用道路が占める。このほか、河川敷や堤防上に設置された河川管理道路や緊急用道路は、一般の自動車、原動機付自転車による通行を禁じていることから、サイクリングコースとして使用されている例が多い。東京都内の荒川緊急用河川敷道路など、自転車愛好者には、 サイクリングロードとして認識されているものが、実はあくまで河川管理道路であるということもある。サイクリングロードは、設計上自転車の高速走行の快適性を重視し、他の道路と平面交差する箇所が、市街地の一般道路に比べて少ないため、自転車の走行速度が速くなる傾向が強い。一方でこの構造的条件は、ランニングやウォーキングといった運動や散歩にも、 適している。またサイクリングロードや自転車道などと呼ばれていても、大部分で歩行者は排除されていない。このため歩行者の利用も多い。高速な自転車と大勢の歩行者が混在している状況で、両者の間にトラブルが多発し、主に歩行者から苦情が管理者に寄せられ、管理者としては対策として自転車に対して何らかの規制、措置を行う方向で動きが見られる。 このことからサイクリングロードでは自転車に対してスピードを落として歩行者に注意し優先するよ呼びかける表示や掲示物が目立つようになった。自転車歩行者専用道路に代表される自転車と歩行者が混在する状況に対しては古くから自転車愛好者らによる批判がある。しかし両者を分離して自転車専用道路と歩行者専用道路を設置しようとする動きは ほとんど見られない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。